あー、寒い冬を乗り切る方法ね。ハイテンション。まあでもこれは先々週やりましたしね。やって小野くんがですね、頭痛がしてカミカミになるという地獄を演じましたので、そうですね、もういいでしょう。はい、ということでですね、まあ冬ってこともありますしちょっと早いんですが、年一のですね、うん、鍋でも食べて2010年を振り返りましょう。本当に？はい、やりましょう。お鍋登場でーす。お鍋オープン。じゃあ、あれ、うわ、ちょっと今年の鍋はあれですね、味噌仕立て。うんだね、うまそう。あらあらあら、はい、あれ、今年早いね。そうだね。あらあら、まあなんかよくわかりませんけれども、とりあえずですよ、うん、浜松町駅文化放送のあるビルのですね、ビーチにあります鳥鳥さんにですね、おなじみですね、はい、まあ毎年おなじみでございますね、鳥鳥さんにですね、鳥鳥さん、鍋を提供していただきましたよ。ありがとうございます。鳥鳥さん、めっちゃうまいんだよな、ほんとな。あ、思い出してきた思い出してきた。去年そうだ、うん、よくわからない人がいてよくわからない人、よくわからない人が取り分けてくれたような気がするな、うん、あ、そうだ、去年、はい、このぐらい、いや、すいません、先輩に、のすいません、器を取って、さすがね、なぜかね、神谷さんの器はでかいな、うん、これ、まあ僕と小野くんが基本喋ってるじゃないですか、はい、でもまあこのスタジオにはもう一人いるわけですよ。お、メガネ、メガネね、なぜかメガネの分の食器もあるというね。あとで勝手に取る。あ、それはいいね。じゃあいただきましょうか。いただきまーす。メガネも取っております今。はい、メガネもね、まあ自分で取って。はい。はい。じゃいただきます。うん、あ、うまっ。本当に？うん。本当に？じゃあこのお稲荷さんの元になっているこのお揚げさんを。揚げね。うん。小野くんどうですか？うまいね。2010年は。うん。どうでした？まあ今年ピークっていう風に言われていたじゃないですか。そうですね。まあ、でも実際そうだったよね。本当にピークなんじゃないかなって。声優アワードから、そうですね。始まったじゃない。年頭、うん、声優アワードで、主演男優賞いただいて、うん、マックスでしたね。うん、そこがね、ほんと。え、まあ、そこがマックスっていうよりは、うん、ピークピーク言ってたけど、本当にそうなんだなって、ちょっと思っちゃった。うん、これ以上の、ないよねって思っちゃいましたね。うん。うん、どんなところで？その、いただいた瞬間ですよ。はいはいはい。でも大丈夫。その後に、まあ文化放送さんでね、うん、生放送アニスパ出させていただいて、うん、アニスパで、ああ、あんまうまく喋れないなと思って、あ、うん、俺まだまだ上があるって思ってバランス取ったまだ全然大丈夫まだ全然でも2010年はずっとピークなんでしょ。実際でもいろいろね、お仕事やらせていただいて、うん、充実してましたね。うん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 、本当に忙しそうだったもんね。いやー、まあそんな中一回ポンコツになるっていうありましたね。チンジもありましたからね。あれはね、もう声優やってて、うん、やってる中でも初めての出来事だったんで、あれだけのやられた感じっていうのはね、そのダメージを受けた感じっていうのは、なんかね、すぐ治ってたんですよ、うん、これまでは、あ、ちょっとやばいなって思っても、あ、寝たら治る、あるある、そういう時僕もあったもん、うん、うんうんうん、寝れば治るかなと思ってたら全然ダメで声も出ないしみたいな、うんうんうん、うわ、ダメかもって思う時あるよね。そういう時って、うん、ものすごい寂しくなりません、うん、家でなんかすることないんだもん。することないでしょ。うん。だその時思ったのは、自動販売機がある牛丼屋さんってすごいいいなと思いました。どういうこと？え？だって注文しなくていいじゃないですか。ああ、食券で食べられる。そう、食券で購入できるところ。うん。もうそうなると、そう、牛丼屋さんとか、あと、うん、あの、ラーメン屋さんとかね。うん。そういうとこばっか行くわけですよ。まあ、で、ちょっとブーデーになるってね。うん。結果ね。うん。ありましたね。そういうこともね。なるほどね。だいぶ戻りました。はい。よかったよ、でも。はい。でもまだ今年終わってないもんね、小野くんはね。だって、もうちょい、まあ CD リリースもあるし、うん、俺パラも控えてるもんね。うん、すごい。すごいですよ、今年は。お。すごいっす。どこがどうするの？なんて言うんだろう。感覚的にすごいっす。伝わらね。伝わらね。うん、具体的にはね、言えないね、うん。まだまだ。あ、そうなんだ。うん、でもみんな、みんな笑う。え、笑う方向ですもん。うん。笑ってほしい。笑っちゃうぐらいすごいよってことですね、うん、なんかでもね、最近思うわけですよ、やっぱ笑ってるのがいい、みんなが、うん、うん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 、基本的に我々何やってても、うん、そこだからね、うん、だってまあわかんない、受け取り手の方がどういう風に感じるかわかんないけど、うん、基本的に善意で何でもかんでもやるじゃないですか、はい、そうですね、みんなが喜んでもらいたいっていう思いで、うんうん、まあパフォーマンスをしたりとか喋ったりとかしてるわけでしょ。そうですね、うん。うん。そこだけは絶対変わらないからね。なんか悪意を持って何かをこう放出してるわけじゃないから、うん、そこだけは分かってもらいたいって言ったらもうこっちの勝手なんだけど。うん。うん、
まあ、伝わらないことも当然あるしさ、あるある、それはそれでなんかまあ反省しなきゃなとは思うんだけれども、ね、だからね、言葉上手になりたいなと思いましたね。そうだね、もっともっとね、うん、亀さんどうでした？そういや、いやでもありがたいことにやっぱりあの上半期はとってもあのいろんな作品に恵まれて、うん、まあ、それこそ小野くんと一緒に出たデュラララなんかはすごく面白かったし、うん、現場の雰囲気もとっても良かったし、共演多かったですね、そういやね。あ、ワーキングともそうだしね。ワーキング。うん。あと、裏部もそうだし。うん。そうだね。あった。うん。いろいろあったよ。うん。だったりとか、やっぱり、個人的な、そのなんだろう、他にね、出た作品だと、うん、まあ、個人的にっていうか、あの、小野くんと一緒じゃない作品も、やらせてもらったエンジェルビーズだったりとか、うんうんうん、ね、なんとやっと化け物語が完結するという。おぉ、本当だ。あの日すごく嬉しかったの、だから。エンジェルビーツとデュラララが最終回だったのね、うんうんうん、同じ最終回の日、同じ日だったんですよ、うんうん、でちょうどその日にあの化け物語も最終回の配信がネットであって、あ、そっかそっか、そうだそうなんですよ。だから本当に3つの作品が本当に同時間帯ぐらいに終わるみたいな、うん、感じで、まあ、とってもなんか奇跡的な夜だなというふうに思って、うん、そういうことって珍しいですよね。ねえ、なかなかね、うん、ないから。全部重なるって。まあでもね、来年も頑張んなきゃいかんなとは思うけどね。そうっすね。うん、そういう作品に。俺はね、うん、来年も、亀井さんと同じ作品出たい。なんで？楽しいじゃないですか。まあね。あれ、うん、おかしいな。イベントとかも一緒に出れるわけじゃないですか。まあでもそれでお前、たちの悪いラジオ番組やってるお前らいい加減にしろっていう風に言われるからね。中村君にこの前言われたし、そういう可能性もあるな。それもあるな、うん。コンビネーションで無理くり笑いを取るみたいな。あるね。分かってんだろ、小野くんっていう。あったね。うん。うん、あれ卑怯だったね。うん。俺たち卑怯なったんですか？ただ一回ひどかったんだよ。何ですか？さん聞いてくださいよ。うん、まあ一箇所、その、罰ゲームをやらなきゃいけないからっていうので、ジュラのイベントで。うん。それで、まあ、モノマネをしなさいと、キャラの。で、ガイドはそれしかない。じゃあどうしようかってなった時に、じゃあ小野くん、もし僕らが負けたらこういう風にやろうねっていう風に。決めた。一応、中身の内容までは決めてないけれども、オチはだけは決めたんですよ。で、それオチの機会が小野くんだったんですよ。うんうん、ただ、小野くんはなんか楽しくなっちゃったのか、いつまで経ってもオチを言わない。楽しいでしょ？この声出してるとすごい楽しくなるんです。そう。まあ、なんか楽しくなっちゃったみたいな。楽しくなっちゃった。結果、その、うん、スタッフの方が気を利かせて、あの音楽を流してオチにしたんですよ。で、早すぎるんだよ。僕はそこじゃないと。早すぎるから。僕はそこで小野くんがオチを言って終わりだったの。その後に、いや、もう一つ神谷さんが被せてくれる予定だったの。うん、全然、どこ全然途中。いつまで経ってもこいつオチ言わねえなと。いや、もっとこうロングコントだと思って。ロングじゃないよ。そんな時間じゃなかったじゃん。あ、びっくりした。そうですね。はい、あ。こいつと。ね、ほん、結局言わずじまい。言わずじまいで。ええー。SE というか音楽をバーンってかけてくれて、一応オチになったんで。今言いましょうか。いいよ。もう。それはもう闇に葬っていい。葬りましょうか、あれはね。それはいいよ。まあ、ご想像にお任せしますが。びっくりしましたけれどもね。いやー。まあ、長いこと番組やってるけれども、うん、そういうことがあるからね。うん。怖いね。ダルにしてます。お前、そうそう、ちょっとね、僕一つ思ったんですよ。諏訪さんもね、一つダメだよ、これ。あの、まあ、今ね、この鍋を引くにあたって鍋敷を持ってきたじゃないですか。ね。で、それは過去に僕らが売ったというか、諏訪さんのグッズですよ。ディアガール鍋敷。うん、で、それに、鍋屋広、鍋の大輔のディアガールストーリーズっていう構成台本が1ページ刺さってて、まあ、基本的にその仕様ですよね、鍋敷の。をなんか、番組の、台本の手で書いてるじゃないですか、うん、これ非常に面白いですよ、うん、ところがですよ、今日の台本見てくださいよ、うん、こんばんは神谷博士です、こんばんは小野大輔です、12月に突入しましたが、うん、までが台本ですよ、うん、でその後は米印が書いてあって、うん、まあ12月といえばですよとか、まあ基本的にここから会話を始めたらいいじゃないみたいな、うん、あのことを書いてくれてるじゃないですか、うん、これ書いてくれてると非常にありがたいんですよ、諏訪さん、うんうん、いやだからやっぱ諏訪さんすごいなというふうに思ってたんですけど、うん、基本この米印のところって、うん、どっちが言ってもいいものなんですよ、そうですね、はい、はい、ところが今回ですよ、ええ、12月って言えばですよ、小野くんも僕も CD を出したりなんだったりの月ですねって書いてあって、これも明らかに俺が読むことになってんじゃんと思って、え、米印はあれでしょ、ほぼ神谷でしょ、だからおかしなことになってると思ったんだよ、今回見て俺回しで小野くん受ける人になってると思って、うんうんうん、
おお、なんだこれ。いや、レボリューション。先々週ぐらいだっけかな。いつだったかな。うん、先々週ぐらいだったかな。小野さんがオープニング回した結果、うん、はいはい。なんか30分結果ずっとダメージを負ったまみたいな回があったんですよ。ありましたね。はい、ありましたありました。俺回すの良くないなと思って。豊かで小野くんは他の番組では全然やれてるんですよ。それがね不思議なんです。そう。ね。この間ね他のスタジオで会った時に、僕ここで回してるんですよって言ったら、バカなって言う。ほら。そんなわけねえだろうって。いや、この番組ちゃんとできてるんですよ。なんで？うん、だから小野くん回しにした台本でオープニング書くじゃん。そしたら意図してないところでオープニング盛り上がっちゃってさ。そう、思ってたんと違うんだよ。思ってたんと違うっつって、結果その何、情報とか言えずで終わっちゃったりするじゃん。それがいい時もあるんだけど、うん、まあ、オープニングの趣旨として、うん、あとね、小野くん回すとね、尺伸びんだよね。伸びるね。伸びる伸びる。得意得意。あ、得意。うん。そうそう。頼りにしてます。まあでも来年もね、どんな年になるかわかりませんけれど。うん。来年もピークだよ。頑張りましょう。うん。ね。ずっとピークだよ。はい、うん。ということで、もう食べ終わりましたかね。もう僕結構満足しましたよ。うん、うまいね。うまい。本当にうまいです。相変わらず。今年も鳥鳥さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。うん。